嫌なことがあったらどうしようぞ。嫌だ。嫌だ。僕結構家に食料を溜め込みがちなんですよ。これいつか食べるかもなと思ってパスタソースとか買っておいて、あんまり食べなくって、結局賞味期限切らしちゃうことが多いんですよ。で、僕はあんまりお腹が強くないので、そういうものを食べるのちょっと怖いんですけど、3人とも強いじゃないですか。いろんなものを食べてる。ない。そうなの？いつも変なものばっか食べてるから、多分僕は大丈夫だと思う。食わされてんのよ。で、ちょっと皆さんの力を借りて、ちょっと検証したいことがあるんですけど、賞味期限切れてるもの、実はどれくらいまで食べれるのか、っていうのを僕に教えてほしいんですよ。なるほどね。なんか、その家庭科の授業で習ったのは、賞味は、美味しく食べれる期限。だから、切れても別に食べれないことはないんですよ。とは言うものの、いつかはダメになるじゃん。本当の賞味期限。知りたい。本当の期限。でも消費は過ぎた瞬間アウトっていう期限でしょ、一応。そうそう、消費は僕も切れた瞬間に危ないって捨ててるけど、多分さ、企業側もさ、安泰なさ、期限設定してるじゃん。ね、消費も合わせて、今回は一緒に検証していきたいんですよ。で、今回、りょうくんに賞味と消費でいいもんないということで、ちょっと物を用意してもらったので。はい、はい、まず賞味ですね。はい。こちらです。まあまあまあ、代表的な。怖いやん、ヨーグルトは。菌がいる、最初から。菌で乳製品は怖いけど、なんか安心できる。いやいや、だから安心できないんだよ。消費の方が。こちらですね。このプレートさ、これ書かしたの職人さんに。に消費期限。でも両方ともじゃあ15日に切れるやつで、はい、今すでに2日切れてると。もうこれは大丈夫なのかそもそも。これ食った瞬間入っちゃう可能性あるよね。確かに消費だもんね。じゃあ行ってください。グルグルいただきます。賞味できとらんやないか。これね、分かった。めちゃくちゃむずい。あ、今これ腐ってますよって生まれて初めて食わされたらそう思う。腐ってるよ。腐ってるよこれ。いきなり危険ゾーンの消費2日切れいきたいと思います。まあ2日も食ったことないの経験の限りは。ちょっと多分この動物動物じゃないけど果物ゾーンは大丈夫なんでこの身の部分いきたいと思います。はい、まだ大丈夫そう。でも切った感じですね、うん、全然中身の色も大丈夫、はい、じゃあいただきまーす、はい。え、何その顔。何のか、何の。美味しいよね。美味しい。なんか中のイチゴちょっとさ、どうなった。熟熟だ。とりあえず一旦大丈夫ということで、はいはい、2日おき、3日おきとかそんな感じで食べていきたいと思います。数日後へスキップ。6月18日。はい。まあ、あんま変わってないかもしれないですけど、早速食べましょう。はい。このさ、ヨーグルトの上に白いさ、と、なんか濁ったみたいな。これ乳首になるとちょっとピンクになるらしいよ。それを検証していい？やめてよ、これ。人のヨーグルト使わない。やだやだやだ。やだよ。これをつけに行くわけじゃない。やだ、ダメだよ。いいけど、ダメだよ。初めて聞いた。ほんと？いや、だからその、やめなさいよ。いただきます。いただきます。うまそう。いいな。昨日よりちょっとクリームが硬くなってくれ。確かにちょっと硬くなってくる。ちょっと硬くなってくる。まあそれは当然かなっていう。じゃあまだ大丈夫ということで。ね、また明日。バイバイ。ってことで、20日でございます。はい。うわー、なんか汁増えてね。出てきてるね。出てきてる、出てきてる。ちなみにそれね、乳首に塗るとね、乳首に塗る。聞いたわ、それ。なんかさ、クリーム黄色くなってた。だんだんと黄色くなってるのはすげえわかる。本当だ。え、このイチゴの先端ちょっと粘ってしたんだけどさ、これってさ、飴？なんか色怪しいよね。飴曲がりな。ヨーグルト教えて塗った方がいいんだよ、お前。赤汁になってくる。大丈夫、いただきます。いや、味は大丈夫。別に、全然大丈夫だわ。はい。次行きましょう。はい、次。1週間。よっ。お、1週間。うん。いただきます。はい。でも最初の頃より酸っぱみがなんか少ない気がする。俺なんかおかしい、なんか違う気がしない。まあギリ賞味できる。ああ、なるほど。こちら、私たちの。はい。相変わらず。いや、でもやっぱあんま変わらないから黄色さは。せーの、うまい。あ、腐ったみたいから食べちゃいましょう。見て、いちごちゃんのさ、先端がさ、なんか使い込んだ乳首みたいになってる。ちょっといちごさ、ふにゃって歯でやってみて。あー、なんかゴムボールみたいになった。なんだろうね、今の疲れかは分かんないけど、生クリームが死んでない。なんかね、生クリームがただの白くて甘いこういうものになってる。生じゃなくなってる。美味しくなるってことね。いい表現だね、生じゃなくなってる。ケーキ持ちよくね。誰その日とか言ったら。その日中に食べてくださいって言われないね。嘘やん。嘘じゃん。30日です。はい。おー、
いただきます。うん、あれ久々だからプレーンがとりあえずまずい。え、味変わったね。変わったよね。え、はなくなったけど腹壊す可能性は増えた。味は全然違う。すいません、すいません。アキネーター終わった。お、あ、ごめん。あれ、ねえねえねえ、全然嬉しくしなかった。一週間違う。この場でそうなったらってしょうがないじゃん。重いなぁ、急に。重いなぁ、週間追加だよ。追加ってやだ。やだやだ。それはちょっと見逃せないっすよ、さすがに。やだ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 。なんであげたの。じゃあ行きます、こっち。はい、待てよ。お、ん、あ、なんかね、来たか。手にまずくなったの。まずいケーキになったとこと。怖いな、そろそろ怖いやつ。怖い、今これ怖いと思う。まだいけるってこと。まだいけるんだね。じゃあまだいけますね。まだいける。はい。え、これさ、うん、え、ちょっと待って、見つけちゃったな。これカビ出ないですか。あれ、カビ出ないです。あー、切る、すごい。これカビ生えてますね。これ始まってるぞ。とりあえず今食べれました。はい、はい、どっかで会いましょう。はい、スキップ。1日ということは16日が経ってる。16日ですね。だって僕今これ開けたんですけど、めっちゃちっこい、めちゃくって。え、ほんと？これ見てくださいね、ちょっとこのクリームの部分ですけど。すごっ。あー、ほら、手でこう取れるよ。まずいな。えぇ、俺取られちゃいけないかもしれないよ、もう。スポンジがさ、本当のスポンジみたいになってるの、わかる？あー、ちょっと硬いし。本当のスポンジみたいになってる。7月5日はい、変わってない。なんで変わらないんだろうね。あの、ここ、うん、食べれる。おお、まだいけてしまう。まだいけて、普通に美味しいです。そして、ここちょっとね、問題だよね。前回少しカビハギが始めたんで、こちら、ババーン。色悪いな。あ、待って、でも広がってる。あー、やばいやばい、この、わかる、このケーキとケーキの段差になってる、この、この部分がね、ちょっと汚れてるね。感染されてる。下から2層目が全部。これ全部。食べになってるから忘れてください、一回。美味しい。ええ、いただきました。美味しいです。一応明日なんとお腹を壊すことを期待して今日は終わりましょうか。はい、ヨーグルトはまだ続きそうです。また続きます。7月12日、なん、あと3日でさ、1ヶ月になっちゃう。やばいじゃん。なんなら僕たちがこの現象に飽きてる。うん、いや、まだ、ちょっと説明してる。すごい知れてるよ。もう寝草、寝草でしたよ、今。はい、どうも、北の実写者のフェルスト、ハルくんです。はい。なぜね、2人がここにいるかというと、明日、明後日、俺とシンツがちょっと仕事で逃走に行くということで。お腹壊したら、結構ね、いろんな人に迷惑かけちゃうから。で、僕らが呼ばれた理由は、俺と年の代わりに、まあ、食べていただこうかな。マイナスしかなくね。さあ、見ていきましょうか。どうなんですか。うわぁ、見て、ほら、スポンジ、クリーム、スポンジ、カビ。カビ、カビなの、カビなの、これ。え、このイチゴ、本当に大丈夫ですか。なんか、ババアの乳首みたいな。いや、これさ、出た。共通の。あ、全然ヨーグルト。あ、そう。ただのヨーグルト。じゃあ、食べていただきます。いただきます。え、全然食べれます。美味しい。ヨーグルト無限説するよね。いただきます。え、硬。え、そのめっちゃ硬。あー、なんか濃縮されたケーキ、なんか入ってますね。えー、そうなの。やばい。そうなんだ。そうなの。そうなんだね。乳首結構うまい。うまいよ。えー、終わらんかった、今日も。また明日これで終わるかもしれないね。あ、そうですね。まだ2人の方があったりすれば、次の検証の時間を待ちましょう。はい、はい、はい。7月22日。結構ちゃんとしてる。まだ、いや、でもやっぱり、うわ、ちょっと待って、うわー、うわー、やばい、ここがすごい。審判、ちょっと来てください。俺こんな感じなんですよ、今。うわ、これは全部食えって言われたらそれはダメだけどさ、食べれる場所はさ、カビを避ければあるんじゃない。じゃあ分かった、食べさせてあげますよ。ちょっと待って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 、ほら、カビないじゃん。ほら、なんだ、カビ食べれるんだろ。いただきます。果物に行くのすごい。うおー、あった大丈夫かした。やばっ。あれ、これ無理かな。あかん。そうこれは無理だよ。これあかん。これ怖い。でもいいかもしれんな。ちょっと怪しいかな。これ無理かもね。もう断面が緑。そうなんだ。緑緑になってもうなんか食うとこないじゃないよね、本当に。ダメです。あら、アウトです。やったー。終わった。終わりました。あれはまあ
辺に口の口いかがは。いや、ほんと半分食べてるのすごいと思う。ちょうど1ヶ月1週間まではギリ食べれますよ。なるほど。商品も切れても。オープン。ででーん。はい、はい、はい、はい。すごい。いただきます。まだいける。味はまだいける。ヨーグルト強いな。じゃあまた。とりあえず1週間後、7月末とかに、はい、食べてみますかね。じゃあまた来週。4月29日、盛大にお腹を壊しました。ひどいことになりましたよ。俺はさすがにじゃないですかって話。夢丸も壊したんでしょ。そう。同じ時期にお腹を壊し始めました。で、俺はマジで人生最長の腹痛と下痢を催しまして、胃が動く何かの動作をすると間違いなく腹が痛くなるのよ。やばい。水を飲むとか何かを食べるとかね、さすがにただ事じゃないと。こいつのせいじゃなかったら逆に怖すぎるぐらいのことが起きてるんですけど、マジでこいつのせいだっていうのを証明したいがために、今回はマジな健康体を用意しました。健康体でーす。うわ、せい高、健康かよ。早速食べていただいて、まず味を検証していただきましょう。じゃあお願いします。いただきます。酸っぱいんじゃないこれ。あ、やっぱ味変わってるんだね。味ってる。とりあえずヨーグルトなんで。え、マイナスかけるマイナス、逆にプラス。うわーバカ、いったもうこっから待ちですね。はい、再び報告お待ちください。お大事に。イエーイ。へへ、映ってる。というわけでお久しぶりでございます。皆様、まあこれは壊すでしょう、まあ壊して終わりですねみたいなこと言ってて、結局バリクソに元気でした。あんたちなんか違ったみたいですね、前回のは。多分関係ない腹壊しです。こちらベベーン。普通マジで変わってない。普通観光であるんで、なるべく壊さないように頑張ってください。うんこ我慢しながらラーメン歩けないから。うんこぼち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 ラーメンに。じゃあお召し上がりください。いただきます。別に食えるけど、明らかに味は違う。うん、なんかさ、口の中ガビガビしてない。うん、味的にはまだヨーグルトだよって感じですか。うん、別にあと1ヶ月待てると思う。ああ、まあそうしますか。多分1週間とかじゃ全然もう変わんないと思うんで、もうお腹壊したら次カメラ回します。もう それじゃなかったらもう1ヶ月待ちましょう。もう一旦またしばらく泣かせようなので、はい、かもしれないですね。さよなら。さよなら。3ヶ月経過しております。もう見た目は何にも変わってないんで映しません。もう残りが3、4入ってるぐらいです。いただきます。はい。確実にまずいんだよな。おう、まずいんだもん。劣化はしてるんだね。じゃあ多分また来月お会いしましょう。はい、その時には僕の髪の毛も黒くも乗ってるし、なんか夢丸の髪の毛もちょっと伸びてると思います。はい、はい、さよなら。さよなら。10月23日です。なんてこんな。ちょっとオーバーしちゃいましたけど、はい、この4ヶ月以上切れでございます。はい、このぐらいいきます。はい、いけ。うん、よかった。はい、いただきます。あれ、ちょっと眉間にしよう。一瞬腐ってる味がしたの。お、あれわかんない、これがもう。じゃあ食えないか食えるかで言ったら食えることない。全然いける。というわけで、また来月。すごっ。1月9日ということで、新年明けました。あ、明けました。ありがとうございます。で、まあ今日撮ろうってなったんですけどね、はい、なんとですよ、ここにないわけですよ。だからスプーンだけはないね。何やったの。そうですね。なんでって思うじゃないですか、はい、うちの冷蔵庫にあったわけなんですけど、わかりました。パッて見たら、なかったんですよ。本当に。マジでマジでマジで何なかったんですよって。いや、はで同時に全部綺麗になってたってなると、もう思い当たる原因が一つしかなくて、うちの片付け担当のね、ニトロ爆弾とか。おい、やばい。あの、おい、バカー。やったらやばい。まだわかんない。まだまだわかんない。何も知らずに、本当良かれと思って冷蔵庫も綺麗にしようと思って片付けてしまった可能性があると。はい、はい。何かしらにご網から電話かかってきた。すごいな。あ、聞いてみる。めちゃめちゃいいじゃん。聞いてみよう。あ、もしもし。もしもし。あのさ、冷蔵庫掃除した。なんで。ヨーグルトなくなってて。ヨーグルト。うん。何のヨーグルト。賞味期限が切れた、半年ぐらい切れたヨーグルトなんだけど。え、掃除してないよ。うん、ごめん、ありがとう。いいや、また電話。ちょっと待って、え。はい、はい、え、いいよ、いいよ、だ、うん、大丈夫だった。どういうこと。また話すわ。え？
おい、ややこしいな。壊すなよ。めちゃくちゃ困っとって、めちゃくちゃ困っとって、かわいそう。まあ、とりあえず荒木を改めて、みんな早くおしっこから戻ってきて。はい、来た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 。もしもし。あ、お疲れ。お疲れです。部屋掃除してくれたし、この前。あ、しました。あ、サンキュー。冷蔵庫もきれいにしてくれた。冷蔵庫は結構前。いろいろ捨てた。上の段。ああ、助かるわ。上の段は全部捨てて、下の段はなんかカニとかおったもんで、うん、あれは捨てちゃいかんからと思って残しといたよ。うん、捨てた中になんかさ、ヨーグルトあった。ヨーグルト捨てた気する。多分なんかやばかったそれ。あ、いや全然捨ててくれたな、それはそれで。サンキュー、片付けまたよろしく。お疲れです。1年やろうぜこの企画っつって、終わるの1年後だっつってみんなでさ気合い入れてたのに、後輩を雇うな、何も伝達せずにこういうオチにして終わらせようと思ったわけじゃないというのはね、あの後輩の喋りを聞いて分かったけど非常にガチだったことでしょマジでなんかやべえ、マジで捨てちゃったみたいな感じだよね。あいつ、お前あれ捨てたって言ったら、しょうがない、後輩はね、マジで悪くない。いや、こいつは悪くない。だって消費期限半年経てんだもん、捨てるもん、普通。それは捨てるもん。いいことを知ったんだもん、こいつは。もうなんなら、まあ、結論的に、まあ、どれくらいだったっけ、ケーキって3週間くらい。ケーキはね、3週間くらいだね。ケーキは3週間くらいでカビが生えて食べれなくなる。はい、ヨーグルトは7ヶ月くらいで後輩が捨てて食べれなくなる。とりあえずね、おい、見たかったよって人もね、ある程度いると思うので、まあ、こっそりね、ヨーグルト買っておいて、まあ、一口だけ食べて、それ1年ぐらい寝かしておいて、それでまた来年のこれぐらいの時期にあげるんで。おぉ、まあ、今回はもうあれですよ、こまめに食べるとかしないですよ、もう。ずっと置いておく。ずっと1年間かかっとく。もう、それこそ捨てないでっていうお札を貼って、1年間冷やしておくんで。そういう、まあ、サブちゃんもまた1年後に上がると思うので、はい、めっちゃ気になる人はそれ見てくださいってことで。2020年お待ちくださいすごいね、それ。ってなわけで、この企画はこれにて終了ということで、はい、皆さん、ここまでお付き合いいただき、終わったね、ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん、後輩は悪くありませんので、悪くないです。後輩を戦うようにお願いいたします。